はいどうも皆さんこんばんはレプチンです。今回はですねフレディのリワーク内容の、まあ、詳細情報が出ましたので、まあ、その詳細情報のお話や、まあ、実際に調整が入ったフレディで遊べるテストサーバーの日付などが分かりましたのでそちらをお伝えしていきたいと思います。はい、まずね、基本能力の調整内容からお話します。今までのフレディなんですけども、まあ、生存者を見つけて、まあ、能力を使って夢の世界に入れてようやく攻撃することができるっていうキラーだったんですけれども、まあ、新しくなったフレディはいつでも攻撃ができる上に試合開始と同時に生存者のタイマーのカウントが始まって60秒のサイクルで自動的に生存者たちが夢の世界へ入るようになりました。はい、今までみたくね、いちいち生存者夢の世界に入れなくても殴れるし、夢の世界に入れるって恋をしなくても、生存者たちがどんどん眠ってくれるという風になったので、まあ、これだけ聞くとね、めっちゃ強くねって思うかもしれないんですけど、まあ、実はですね、寝てる生存者の作業速度低下ペナルティが消されたり、寝てる生存者のオーラ可視能力も消されました。はい。なんで、結構変わってますね。はい、今調整前のフレディのメリットが、まあ、なくなってます。まあもちろんその新しい調整後のフレディにはちゃんと調整後のフレディなりのメリットも夢の世界に入れるメリットもあります。はい、まあ、どういうメリットがあるかというと、まあ、夢の世界にいる人にしか効果がない罠などが使えるようになったり、まあ、夢の世界にいる生存者は、まあ、フレディがどっから来るかね分かりにくくなります。はい、調整前は、夢の世界に入ってない状態だと歌声が聞こえてで夢の世界に入ると心音が聞こえてたんですけども、新しいフレディは全くの逆で夢の世界に入ってない状態、現実世界にいるときは心音が聞こえてで、夢の世界に入ると歌声が聞こえるようになります。で、歌声が、ちょっと歌声の仕様が変わりまして、ハントレスも変わったんですけども、どっちの方向からなんか歌いながら来てるとかってのが分かんなくなりましたね。その範囲にさえ入っていれば、歌声が聞こえる範囲にさえ入っていれば、どっから来るか分からないんで、ちょっと奇襲されやすくなるかなと、はい、いうふうな、ちょっと厄介かな、はい、っていう感じになりましたね。で、夢の世界にいる人にしかない、夢の世界にいる人にしか効果がない罠というのが、まあ、あるんですけども、まあ、それがね、ドリームスネアっていうんですけど、まあ、これ新能力の一つですね。フレディは夢の世界にいる生存者に対して効果のある罠を同時に8つまで設置することが可能になりました。でその罠は、まあ、踏んだ生存者がキラーに位置を知らせるとともに数秒間移動速度が低下します。約 15% ぐらい低下するのかな。なんでトラッパーの罠みたく踏んだからって捕まえられるとか、ハグの罠みたく罠にかかったからってそこにワープみたいのはできません。でも、まあ、チェイス中にうまくそっちの罠誘導していけばその生存者が足ね、その罠踏んで足遅くなるんで、まあ、距離詰めやすくなるかなみたいな感じですね。で、トラッパーの罠みたくその置いた罠を拾わなきゃいけないとかみたいなそういうのなくてどっちかっていうとねハグの方が近いです。この罠のシステム、このドリームスネアはトラッパーとハグどっちの罠に近いかというと、まあ、ハグかなと、うん、8つ書いて、まあ、この、まあ、9個目の罠を書こうとした時に1つ目古い順から消えてったりとか設置した罠も拾えなかったりとか、まあ、そういうのがあるんで、うん、ハグ寄りの罠となってます。でもう一つ新能力、これちらドリームパレットって言うんですけども、これアドオンの能力ですね。デフォルトではないんです。アドオンを使うとこういう能力も使うことができるようになりますよっていう能力がありまして、まあ、このドリームパレットっていうのは、倒された板を破壊すると、まあ、その場にね偽物の板を設置することが可能になります。で偽物の板は夢の世界にいる生存者に対してのみ効果がある。まあ寝てない生存者には見えないんですよ、その偽物の板は。でも寝てる生存者にはその偽物の板が見えると。まあでももちろん偽物かどうかっていうのは見ただけでは判別できない、まあ、その板ポジ自分が使ってたはずなのにそこに板が生成されてたらまあ偽物だなとかって分かるんだけど、まあそうじゃない限り今分かることができないと。で、うん、
その板は、まあ、どんな効果があるかというと、まあ、生存者がその板を倒すと、その板がその場で倒した瞬間消滅しますので、板としての効果がないんですね。なんで例えばキラーが、まあ、フレディがねこうやって追いかけてて、生存者がやべキラー来たから倒さなきゃってボンって倒しても意味がないんで、そのまますぐ追撃でボンって殴れたりとかで、まあ、意表を突くことができるんですね、はい、なんでこれまあまあなかなか強いかなと思いますね。ただアドオンのねレア度がどんなもんかってよりますよね、うん、頻繁に使えないんだったらぶっちゃけ微妙かなと思いますけど、はい、まあ、これがドリームパレットで、もう一つが、まあ、これアドオン関係なしデフォルトの能力なんですけど、ドリームプロジェクション、はい、以前はねなんかあのジェネレーターテレポートみたいな名前だったんですけど、まあ、これはねフレディがね発電機にテレポートすることができるようになるっていう能力ですね。こちらは、まあ、フレディが、まあ、任意で発動可能で、40メートル以内の発電機だったら、まあ、どこでも好きにねテレポートすることができるようになります。で、テレポートしようとすると、まあ、テレポ先の発電機がね血をブシャーって吹き出すんで、一応サバイバーからもねうわいきなり来たわやべえとはならず、あフレディ来るなってわかるんで、まあ、そんなに厄介な能力じゃないですね。多分テレポした後もう多分その場に生存者が残ってる人いないと思いますねボケーっと発電機回してるんだったら別だけど、普通には血吹き出してるから来るじゃんみたいな感じでね、うん、対処されちゃうんで、そこまで強くないかなと思うんですけど、まあでも今イタチ強くなってるからイタチとかと組み合わせたら強いかなと思いますけど、まあこれあの飛ぶふりをするっていう、まあ、フェイクとしても使えますね、はい、でテレポートはね、即座じゃなくて4秒から5秒ぐらい 4.5 秒ぐらいかな、4秒か5秒ぐらいかかりますね。発電機あそこにテレポートしようと思って能力を発動させてから4秒5秒ぐらいかな、うん、なんでね、まあ、そこまでって感じですよね。まあ、ナースみたいにすぐピューンって飛べればねすごい強いなと思ったんだけど、ね、ハグの、ね、あのテレポートみたいにねシュンってすぐ移動できれば強いかなと思ったけど、まあ、そういうわけじゃないんで、これもちょっとまた微妙かなと、はい、まあ、これがあの新能力、ね、基礎能力と、まあ、その追加されたまあ新能力かな、はい、まあ、だいぶ変わってますね。でこのフレディのその夢から覚める方法もちょっといろいろ変わっちゃってて、夢から覚める方法は大きく3つあります。1つ目がスキルチェックの失敗で、夢から覚めるのと、もう1つは2つ目が寝てない他人に起こしてもらう、で3つ目が専用のオブジェクトを触る、はい、この3つが目を覚ます方法で、スキルチェック失敗時に夢から覚めるのと、まあ、他人に起こしてもらうっていうのは、まあ、調整前と一緒なんだけど、他人に起こしてもらうやつがちょっと変わって、起こしてもらうたびに起こすのにかかる時間がどんどん増加するようになるそうです。まあ、最初ってさ結構あっという間に起こせんじゃんね、パンパンって手叩いてね目を覚ますってねすぐ目覚めてたんだけど、あれね何回もやるごとにどん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 その目を覚ますのにかかる時間が増加していくそうですね。はいね、なんでね、まあ、味方がいる場合はね手っ取り早くね起きれるんだけどね、その度にね起きるために必要な時間が増えていくから、まあ、そこら辺はちょっと読み合いというかね考えてなきゃダメかなっていう、はい、うん、で、まあ、さっき説明したの3つ目のね専用オブジェクトに関してなんですけども、夢の世界に入るとその専用のオブジェクトが見えるようになって、でちょっとそこピッグのねあの逆トラバサミと似てるかなと。逆トラバサミもそのジグソーボックスでねその逆トラバサミを解除するんだけど、逆トラバサミつけられた時に初めてね白いオーラで見えるようになるんだけど、この夢から覚める専用のオブジェクトも同じで60秒のサイクルでね自動でねタイマーカウントして60秒経ちました、じゃあ寝ちゃいましたってなった時に遠くの方であえてなんか遠くの方で夢に落ちた段階の遠くの方でのオブジェクトが表示されるそうですね。はい、なんか見えないけどいくつかマップ上にあるみたいで夢の世界に入ってようやく分かると、でしかもなおかつそれがかなり遠いところに湧くようになってると、はい、でそのオブジェクトを触っても夢から覚めることができると。で、この装置というかそのオブジェクトを使って夢から覚めた場合はその後30秒間タイマーが止まります。だから普通だったら、まあ、夢から目が覚めたらまた60秒
例えばスキルチェック失敗しました、でまた60秒後夢の世界落ちちゃいます、ね、他人に起こしてもらいました、でも60秒後また夢の世界に入っちゃいますってなるんだけど、そのオブジェクトで目が覚めた場合のみ、30秒間あの眠らないというふうに、ね、なってるんで、まあ、どれで目覚ますかっていうのは、ねまあ、考えものですね。で、まあ、ちなみになんですけど、あのアドレナリンで目が覚める効果はあのそのままだそうです。今の調整前でもね、あの夢の世界入っててもアドレナリンが発動したらね、一気に現実世界ポンって戻ってくれるんだけど、まあ、調整後もねその効果は変わらずだそうです。はい、まあ、てな感じでね、あのこれがあのフレディの能力の変更点なんですけども、まあ実際にねやってみないことにはね、まあ、なんとも言えないですけどね。うん、ただこれ見た感じ、まあ、正直な俺の感想としてはなんかすげえ強化入るかなと思ってたんだけど、思ったよりって感じですかね。うん、なんか最近プレイグと戦ってる時ってそのみんな感染状態直さないじゃないですかね、常に衰弱状態になってたりとかっていうデメリットがあるにもかかわらずみんな治療しないじゃないですかね。でフレディも別にその夢の世界に入ってる時のデメリットがもうほぼほぼないに等しいじゃないですか。そんな偽物の板とかさ、ちょっと微妙な罠、捕まえられるわけでもなくて足が遅くなるだけの罠とかね、そんな微妙じゃないですかぶっちゃけね。なんで夢の世界入ったら入ったっきりで誰も目覚まされんじゃねえかななんて思いますけどね。前みたくねその遅延効果があったりとかね、位置がバレてるんだったらみんなこぞってね現実世界に戻ってくるだろうけどね。しかも夢の世界入ってなくても攻撃当てれるわけだからね、なおさら夢の世界から出る意味もないしね別にねって思うんだよね。なんで、まあ、あくまでもこの調整内容の詳細がね出て見てみた感じだけど、まあ、ぶっちゃけいや微妙じゃねと思いましたね俺はね。まあでもこれがね次のテストサーバーで、まあ、実際に触れるっていうことで、またそのねテストサーバーで、まあ、実際に触ってみて、まあその実際に動いてる絵も皆さんにお見せしてよりね細かく能力とか説明したいなと思ってます。でその次回のテストサーバーなんですけども、ね、新しくなったリワークされたフレディは、まあ、7月の9日にねテストサーバーでプレイが可能になります。まあ、時差があるんで日本時間だとね7月の10日の何時かまでは分かんないけど、まあ、多分日付変更後かまた早朝ぐらいじゃないですか、いつもと同じぐらいだったらね。前回が確か日付変わって1時になる前ぐらいだったよね、うん、だそれぐらいに来るんじゃないかなとまた思ってますけど、まあ、そこら辺海外適当なんでね、まあ、正確な時間は分からないと、はい、てな感じです。とりあえず今日はね先ほども言いましたけど公式放送の情報をまとめただけなのでね、実際に動いてる映像がないのでちょっと分かりにくい部分もあるかもしれないし、ちょっとね翻訳ミスもあるかもしれないんでちょっと違う部分もあるかもしれませんが、まあその点はご了承ください。でテストサーバーが始まってから実際にプレイしてみて、そのよりねさらに細かい、紹介というか解説動画を上げたいと思いますので、こちらの方をお楽しみにという感じで今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。バイビー。